お茶してますか？皆さんこんにちは。イエーイ。まずなそうでの一脚一手です。今日は久しぶりにゲストを迎えて、お迎えしたいと思います。陶芸家、現代美術家、キムリュウさんです。ありがとうございます。オープニングから全開でした。やってるやってる。なんかちょっとフレーズ入れた方がいいのかなみたいな。決まり文句、急に始めたみたいな。そうなんですよ、キムさんをゲストに迎えてお話ししたいと思うんですけれども、どうしたって目に入るのがこちらですよね。わかりますかねこれね。わかりますかね。あの二人がすげえちっちゃいんじゃないか説とかさ。あるかもしれないですけど、これ茶碗がでかいんですよね。茶碗なんですよ。この茶碗を作っていただいたのがこちらキムさんになるんです。まあ、僕が作ったんですけど、松村さんからのコミッションワークっていう形で、そのでっかい茶碗作れないっていう大雑把なオーダーぶっ込みオーダーが子供が入れるぐらいのさどんな大きさだよっていう。ちょっとやってみて、やり始めたらなかなかの大きさでしたね。そうですよね。ちょうどキムさんがね、陶芸の森でしたっけ。はい、そうです、うん、滋賀県立。そこは陶芸の作る環境はすごい整ってるっていうことで。そうですね、まあ、今コロナで少しこう人が少ないようなところもあるんですけど、うん、それ以前はもう世界中から陶芸家がこうアーティストインレジデンスという滞在制作をしに来る場所で、うん、マックス定員16名ぐらいの10名以上は海外の人っていう、うん、楽しそうだよね。はい。でなんでわざわざ海外から自費で来るのかっていうと、うん、めちゃくちゃ大きいものが焼ける窯がたくさんあって、そうみんなそれを求めて。やっぱ特殊なんだ、その陶芸のそんだけの窯があるっていうのは。そうですね、へー、国内でも最高峰の設備だと思います。へえ。っているのを聞いたので、はい、大きな茶碗お願いできるんじゃないかと。そこだけ聞こえてきて、じゃあ大きな茶碗もっていうことでお願いしちゃって出来上がったんですよ。まあちょっとね、なんかここに置いてある茶筅もでかいからこのサイズ感は分かんないんですけど、ちなみに普段キムさんが作ってるお茶碗だ、まあ、皆さんがね、それこそご飯とかに手に取るようなお茶碗が、こちらですよね。大きいな。大きいなこれ。何倍って言ったらいいんだろうね。すごいでかいね。口径だけででも、80とかあったっけ。これ80とかやから、まあ、8倍、10倍ぐらいですね。10倍ぐらいか、はい、いいね、10倍茶碗。10倍茶碗ですね。10倍茶碗ってことはさ、じゃあ濃茶でこれ3人前とかに入れるから、はい、30人分ぐらいこれ濃茶いけるってことだよね。ドロッドロの濃茶、ドロッドロの濃茶。30人で持てばさ軽いよね。いけるかも。時代が落ち着いたらちょっと30人ぐらい濃茶飲みたいね、これで。そうなんですよ。で、茶筅をどうするかってことで、もうメルカリで、メルカリでなんですか、巨大茶筅ってキーワードだけをひたすら検索したら出てきた。出てくるんすよね。出てくるんすよね。何のため何のためっていう、まあ、一応こう茶筅も見つけまして、今茶杓も作ってもらったよ、最中で。マジっすか。何度も登場していただいてる兵藤秀人さんっていうアクリルの作家さんに、ちょっと大きめの茶杓を作ってもらってね、立てますよ。やばいっすね。そうなんですよ。これ用の道具が揃っていってるってこと。そうそうそう。やばいっすね。ねえ、なんかもう、いや普通にビジュアルとしてもすごいかっこいいんだけども、大きな釜だけあったし、ちょっとなんか結構無茶なお願いをして、これ練り込みって技法なんですよね。そうですね。この白い土と黒い土をこう、ま、ちょっと2種類こう混ぜて、はい、でその自然なこう練り込まれた文様を後から削り出していくっていう技法なんですけど、この大きさでその技法でやったのが初めてだからなのか、ね、単純にでかすぎるのかわかんないんですけど、はい、これ1個だけ大きな釜にズドーンと入れて、そのガス釜っていうので焼いたんですけど、はい、出てきた時にもうバッキバキに割れてて、実はもう首の皮一枚つながってるような状態だったんです。正面とかまさにそういう感じなんですね。そうですね、この亀裂が入ってるような。あ、なるほど。でうわーってなったんですけど、そのひびの入り方があまりにもかっこよくて、部分的にはこう雷が落ちてるみたいな。うん。実際この
この大きさで練り込み練り上げの技法をやった時に地球儀に見えてきたんですね、うん、大きすぎて、うん、これ地球じゃんやと思って、うんうんうん、なんかこう大陸があったりとかいろいろ景色が見えてくるんですけど、ね、実際地球ねプレートに乗っかってさ動いてってああいう陸地ができてるわけだから、ね、まさにだよね、まさにですね、うん、内側暑いし、そうなんです、うん、なんかねスケールの大きさをこうイメージの中にも感じて、なるほど、いやでまあその雷のようにも見えたんで、まあ、それを金継ぎするとまさに稲光かな、うん、かっこいい、直して納品するしかねえみたいな金継ぎしてもらってね、かっこいい景色も出て、またこの白黒の練り込みの上にまたこのラスター油ですか、はい、がかかってね、口作りのところから飲みやすく口当たりもよくこう作っていただいてるんで、もう口つけたんですけど、うん、もう不思議だよ、うん、でかいねでかいね、ここでっかいね、こいつでかいな、うん、こ声がもうだってね、あーんって響くもんね、子供の時トンネル入ってでかい声、まあ今もやっちゃうけどさ、それをこうこの年でもできるっていう、夏休みっすね、夏休みですねでかい伝わらないねこれ音がね、なるほど、あ本当ですか、そうなんです、出来上がっちゃったんですよ、またこの最高傑作が。最初見たけど、どうでした、とにかく、とにかく、いや普通にかっけえし、はい、でけえなってオファーしてたけど、やっぱでかいな、でかい茶碗って、いやこんだけなんつうの、こう目で慣れちゃっているから、普段の茶碗の大きさっていうものに対して、うん、この違和感半端ねえっていうのと、な破壊力っていうのかな、やっぱ思考もそうだし、茶碗に対する思想もそうだし、あとはデザインっていうものとか、いろんなものをもうダーンとこうぶっ壊してくれてるっていう意味で、強い茶碗っていう印象ですね。どうですか、ありがとうございます、いや作ってみて楽しかったですね自分もこうあの受けたものの、うん、作ってる途中にあれでかって途中で確認してきたもんねサイズ感ね大丈夫ですか大丈夫ですかでも最後一人でも運べないぐらいになったので、そうね、ただやっぱりすごく楽しくて、あのオーダーをいただかなかったら、はい、あのチャレンジしてない可能性の方が高かったですね、このサイズっていうのは。あ、キムさんどうでもこのサイズ感っていうのは。そうですね、あの以前直径30センチぐらいのものは作ったことあったんですけど、はい、それもまあ松村さんのご依頼というかね、あの発想だったんですね、うん、そっからさらに飛躍して10倍までいっちゃってちょっと海洋圏半端ないですね、確かに高度経済成長とかね、でっかいものはいいものだみたいな感じで、どん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 ものが巨大化していくっていうものに対してさ、また一方でどん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 こう小さくなっていくっていう時代もあって、なんかその時代の流れみたいなところって、世間の思想とか人々の考え方も反映されてると思うんだけど、なんかあえてここでまたでかい茶碗が来たっていうのが、なんか俺にとってもこう元気みたいな感じでね、うん、でかいし、うん、でもしかもこう無茶がたたってる表情が出たっていうのも、あ、いいね、なんかいろいろ示唆的というかそうね、自分もすごいいろいろ考えるとこあります、ね、なるほど、うん、そうなんだよね、なぜでかい茶碗をお願いしたかっていうと、はい、まあ、情けない話というかしょうもない話でもあるんだけど、一緒にこう書道家さんとか華道家さんとかと一緒にパフォーマンスすること、パフォーマンスっていうかお茶会したりとかあって、はい、書道家の方はね、大きな紙にもう大きな筆を持ってバーンとダイナミックに書くっていうのは、それ力強くてかっこいい、でもうお正月とか、まあ、めでたい字をこう大きく書いてっていうのはあるんですよね、書道の世界にね。花も花池が大きければ大きな大木持ってきて入れるっていうのもあるに対して、その流れからお茶来るんですよ。でいきなりこう、まあいいんですよ、お茶だから畳の大きさ決まっていて、茶碗も当たり前だけど手に収まる、もう棚心っていうぐらいですか、もう素敵な大きさですよ。それをでかい書道とでかい華道を見た後に、俺がここの目の前で始めていて、どう伝わってるのかなっていう、俺がこの辺でちょこちょこやってるのとか、寂しかったのがデパートのイベントで書道家さんの後に俺やったんですよ。でバーってやって、もうすごいっすよ、もう広場にバーっと人が来て、
あのエスカレーターとかみんなこう書道家さんを覗いてさ、終わって終わってもう筆を置き渡してわーって、じゃあこれから松村さんにやるお茶のパフォーマンス始まりますって、俺が初めて行った後のお客の引き加減もう大ナビザプーン来たってさー入ってってさ、そ見えねえな、そう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 、なんかもう何も何も来ない、その砂浜で俺が一人でもうなんかちっちゃーく砂遊びしてる感じ、さざ波も来ない、もうねあの寂しさをいつかリベンジしたいという俺の小さなコンプレックスを解消したいというところからもともとは始まったんですけども、キムさんにお願いしてあのこんな素晴らしい作品が来て、まあ、実際これでまだお茶を立てるということはやってないんですけど、まあ、いつかねコロナなんかもね、うん、収まって30人で囲んで濃い茶を飲めたら最高じゃないか、最高じゃないかね、濃い茶面白いですよね、昔も今もいろんなねウイルスもあっただろうけど、みんなで回し飲みしてね、それこそウイルスの交換してね、もしかしたら免疫も強くなってたかもしれないですけど、できたらいいですね、できたいですね、うん、なんか最後こう顔突っ込んで中で飲んでそうですね、そうね、みんなでねこうペロ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 こうやってたらダマとかもでっかくなるかもしれないね、なんかねこうなんか茶のダマとかできてスノーボールみたいな、そうそう出来上がってみたいな、最高楽しいじゃないかYouTube で立ててみたとかやっても面白いかもね、やりましょうね、それもね、なるほど、うん、確かになんかね、いいかもしれないね、いろいろあの状態が整ってる状態でね、30人ぐらい集めてみて、そうですね、うん、重いんですよね、大人3人でもね、男でちょっとこう、そうですね、重いっすよ、まあ、この前こう京都で運んだんですけどね、ねそう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 、松村さん、あの車のトランクにズゴーンとこれ丸々いっ丸だけ入ってこんなでかい異様な光景いや結構でもね、なんか加速がいいんだよねなんか知んないけど踏ん張り効くんだったもん、今回こういう形でご紹介しました、ね、そうですね、後半はちょっとね、松村さんと、はい、あれそれとね、これ、はい、これを囲んで、そうですね、ご紹介いただければと思います、はい、ご紹介できました、はい、はい、次回見てください、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。